どうも皆さんおはようございます。ボクシングです。ということで今回はですね、えー、雑談動画になります。そしてですね、えー、雑談、えー、動画のテーマなんですが、まあツイッターである、えー、募集をしました。その募集とはなんと人生で。 一番やばかったたことを皆さんにお聞きした結果なんとですね今回ですねたくさんの、えー、やばかった話を、えー、書いていただきましたなんと数にして118件という素晴らしいね、まあ、数が、えー、僕宛にえ送られてきたんですがその中で、えーまあ、上位にある、えーまあ、皆さんがいいねをした、えー、一番多い船 えー、やばい話を、えー、読んでいこうかなと思います。それではまずトップバッター、夜桜さんからのお便り。友達のおばあちゃんのお金を奪ってゲーセンで合流したことがない。やばいでしょ、これ。あのー、すいません、あのー、いきなりね、やばいですね。これは、素直にやばい。 いきなりあのねまあ友達のおばあちゃんのお金を奪ってゲーセンで遊んでしまったことをカミングアウトされしかもその桁が7番それを普通に言ってしまうっていうのがまた恐ろしいんですけどもまあね、あのー、やめていただきたいと思ってますということで続きましてハロチンさんからのお便りなかなか寝れないから寝ようと思って。 落ちてた薬を飲んだらだんだん眠くなってきて目が覚めたら体が縮んでいたコナンくんだねそれねあのあれでのテレテテテテレテテレテ,テレコナンくんだねそれそれは多分アニメの見すぎたねこれね確実にね、うん、やめていただきたいですねそういうこと言うの <laughs> はいということで続きましてジェットアロンさんからのお便りペレファイヤーに乗った、えー、ドキュンに後ろからクソあられた、うん、横断歩道で止まった時そのドキュンが降りてきて僕の車のフロントガラスバンバン叩いてきたからそのままアクセル全開で跳ねたその後警察6人に囲まれました結果としては交通上のトラブルとして処理されたのに、えー、されたので何もなかったちなみに跳ねた動画あります 下手したらこれ殺人罪ですね <laughs>、えー。えまあもう警察が入って、まああのー、 まま処理されたとということで、まあ、正当防衛という話もあるんでしょうけどまあそれを見てねまあもう交通上の問題として処理されたっていう暴露ですけどもやばいですね皆さんね、ねくれぐれもね後ろの、えー、車にあおられてもね、えー、降りてきても、えー全えー、アクセル全開で突っ込まないようにしていただきたいと思います。はい とということで続きまして、けだものちゃんさんからのお便り。昔、彼氏とカレーを食べてるときに、些細なことで大喧嘩になって、部屋中、カレーまみれになりました <laughs>。いや、やばいっすね。これはね、何のことで、些細なことでって、なんかちょっとそのネタが知りたいんですけどもね。なんで、喧嘩してカレーまみれになったのかっていうのが。 まあなんかいろいろあったんでしょうね、些細なことでっていうことで、皆さんはね、えー、カレーを食べてるとき、えー、彼氏と喧嘩しないようにお気をつけください。ということで続きまして、アッファイさんからのお便り、えー、女の子の、女の子、実家に泊めている、泊めて、やることやってバイバイした後、えー、隣の部屋の兄貴に、うん、お前は猿かって言われたこと やることやってね、バイバイしてね、え、家帰って、ああ、もう帰った、よかった、みたいな。バレてねえかな、と思って。ねあの、お、姉ちゃんが入ってきたら、お前は猿か。これやばいですよね。もう、確、確実にバレてますからね。もう隠しようがない。うん、もう汗たっぷりって感じですね。まあ、ほど苦い恋愛事情ってことですね。よくわかんないですけど。はい、猿でした <laughs>。はい、ということで、 えー、続きましてヤムちゃんさんからのお便り朝練行く時に、えー、通学路歩いてたら封筒落ちててその中みたいな斜めに入ってました、えー、その後友達の家のお隣さんのところに強盗が入ったって聞いて、えー、そのお金がその人だと知った。 全部使いましたということでね。えー、まあ、落ちてるお金を拾うこと、これやばいですよね。それで、あのー、お友達の隣さんのところに強盗が入った。それもやばいんですが、その人のお金だった。もうトリプルアウトですねこれもう、もう、チェンジですね。あの、皆さんはね、ぜひね、お金が落ちてても交番にない、いくら7万円だろうがす、まあ、すね、あの、大切な7万円かもしれないんでね。 うん絶対にね皆さんは、えー、警察に届けてあげてください本当にやばいですねこれははいということで続きましてペテル・ギウスさんからのお便り UFO らしきを見た時うんやばすぎですねちなみに僕はあの高校生の時 UFO らしき物体は見たことあるんですけども本当にね UFO っていうのはとても不思議ですよねいるのかいないのかわからない逸材っていうか よくわかんないですからね、あいつら。いるのかなちょっとよくわからない話ですね、これ。はい。ということで、続きまして、アンソーさんからのお便り、テスト初日、シャーペンに先制攻撃されたこと、これは、ある意味やばいですね。はい。ということで、続きまして、四、えー、つ葉さんからのお便り、試験で自分の番号じゃない番号を書いたとき、これはね、 やばいですよ。あなたは誰だって話ですからね、これ。これ自分の番号を書かないでテストを受けちゃったら、この誰だっていう、あなたは誰ですかっていう話なんで、ぜひね、自分の番号を書いて、受験に、えー、試験に臨んでいただきたいと思っております。はい、続きまして、修介さんからのお便り。エアコンがつかなかったとき。これは焦り、焦る話ですよね。死ぬ、やばいって思わないですよね。あ やばいとは思わないですよねさすがにこれはちょっと違いますよねはい続きまして、えー、クソ犬さんからのお便り BO3 やってたらボクシンさんに会ってしまった時ですかねやばいですねそれはもうおいおいおいですからねとても危険な匂いがしますよね是非ねあの COD っていうゲーム皆さんね知らない方 まあ少しはいるとは思うんですがまあ僕に合わないことをお勧めしたいと思いますねいろいろやばいんであんま詳しいことは言えないですねはいということで続きまして続きましてえー 暴れん坊たくちゃんさんからのお便りはっそんなん小3の頃フットサルの試合でシュートしたらうんこ漏らしたことに決まってんだろうっていうことで、ね、これはただただ、えー、汚いお話っていうことで、えー、やめていきたいと思います続きましてゆいさんからのお便り女性ですねパンツを履いたままおしっこして,まし,てしまったこといやーこれはねえー、やばいですよねこれは まあ、これはね、まあ女性なんでね、ちょっとまあ汚い話ではないですけどね。まあ、ありますよね。あの、パンツ履いたままおしっこしちゃうこと。うん、あるあるある、あるあるですね。あるあるな話ですね、これは。うん、やばすぎていう。まあ、ということでね。続きまして、ゆっこさんからのお便りです。カップ麺のお湯をついでるときに、えー、途中でお湯がなくなったこと。 あこれはですね切ない話ですねはいやばい話ではないですねやばいおいがなくなったというのはなんないんでねこれは切ないなんでお願いします続きまして、えー、竹さんからのお便り海岸釣りしていたら突然足元が滑って海に全身丸ごと、えー、落っこっちたこと <laughs> これは危険ですよね当時は釣り竿だけは手放したくなかったので釣り竿を 焼き抱かかえ沖に流れ着くまで、えー、体を丸めて浮き続けたやばかった夏でよかった冬なら死んでいたということで間違いなく冬だったら死んでますよねてかもう夏でもワンチャンその溺れて死んじゃう可能性もあるんでね皆さん本当にあのー、水は気をつけてくださいね超危険なんでということでよかったです釣りざも命も無事だったのかなうんということで 次行きますか、えー、続きまして横田さんからのお便りボクシングさんがボクシング連盟会長になったこれはやばいっすよとうとう来ましたねやばいこれはやばいっすよねもうボクシング僕がもうボクシング連盟会長になっちゃったらやばいっすよね独裁者ですからねまあもう本当に COD 界のヒトラーってもう 言われちゃうぐらいなな感じなんですよね独裁者なんで僕嘘ですけどまあ僕がボクシング連盟会長になったらどうなるんですかねまあ意外とうまくいっちゃったりするんじゃないですかねまあ間違いなくあのヤクザに脅されたりすることはないと思うんで安心してくださいということで、えー、今回はですね 結構、あの、返事が来たものの質の悪い、えー、リプがばっか来ましたね。基本的にはなんかうんちネタが多かったんですけども、まあ数々ね、まだ読み切れてない部分もあると思います。今後もね、こういったツイッターを利用したね、えー まるまるの話エピソードっていうのをね、えー、これからも、えー、動画化していきたいなと思ってるのによろしくお願いします。ということでね、今回皆さんご視聴ありがとうございました。またこの動画シリーズ化していくぜ。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。